現在5月10から17日のご日程でイタリアをご訪問されている秋篠宮両殿下。今年は日本とイタリアの国交樹立150年にあたることから、イタリア政府より招待があり、今回のご訪問が実現しました。11日に150周年祝賀式典や大統領主催昼食会にご出席し、12日にはローマ法王を表敬訪問し、ご会見されています。昨日はミラノの日本人学校とボローニャ大学をそれぞれご訪問。本日はフィレンツェで文化施設などをご視察されるなど、日医両国の親善のためにイタリア各地をご歴訪されています。秋篠宮両殿下のイタリアご訪問に関連する現地の記事には、イタリアの方々から様々な反応が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。